どうも、キーチクでかい、今田です。おしゃしゃ、あぶのまる。とつこい系どういう系だよというわけでですね、今回まずラビュー仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでおります。ミスター関、最高に怒りてるぜ。またアメリカ行った。今回の仰天シリーズは2020年上半期に世界ではヤバい事件が多数起きてる。というわけでですね、今回その2020年上半期の事件について触れていきたいと思います。まず一つ目は、ロシアのレニングラード州に位置する都市ガッチナの公園でかなり厄介な近所トラブルが発生しており、なんと近所の子供たちが楽しく遊んでいる公園のブランコにべっとりとうんこが塗りたくられていたんだ。一番嬉しそうだこれは近所の悪ガキの仕業のように見えるけれども、なんとこのブランコにうんこを塗りたくった犯人は公園の近所に住む90歳のおばあさんだったのね。もう文字通りクソママだようまいなお前そしてこのばあさんはビニール袋に入れて持参したうんこをブランコに素手で塗りつけている犯行現場を目撃されてるのよ。そして実はこのおばあさんがブランコにうんこを塗りつけているのはこれが初めてではなく、何年も前から続けており、近隣住民がブランコを掃除しているとスコップで襲いかかってくることもあり、何度も警察へ相談しているけれども、おばあさんは懲りずにブランコへうんこを塗り続けてるらしい。一体なぜおばあさんはこんなことを続けているのか。噂によると、このおばあさんは何年も前から公園のブランコを撤去して花壇を作るように訴えてるらしいよね。これ都市伝説だっけ。仰天だよしかし自分の提案が一向に受け入れられないために、抗議の意味を込めてブランコにうんこを塗りつけており、これは地元の議会でも取り上げられてるらしいよね。もう一つはインドネシアの路上でマヌシアシルバー、シルバーメンと呼ばれる全身を銀色に塗装したホームレスが急増してる。彼らは全身を銀色のスプレーを吹きかけて意図的にシルバーに変身してるらしい。っていうことは電気通るんですか。なんか企んでるな彼らが全身を銀色に塗る理由はとてもシンプルで、儲かるからだと言ってるのよ。このシルバー面が増殖したのは1年ほど前で、インドネシアの首都ジャカルタ、元をたどると全身にペイントをして彫刻になりきる大道芸人からインスパイアされた一人のホームレスが自分の体をシルバーに塗って路上に出たところ、人目を引くことができたことから物乞いの収益が格段にアップしたらしいのよ。彼らは何日も銀色に扮し日銭を稼ぐことが日課となってるのね。関さん、何もね、しないで金を稼ぐ方法を知ってるけど、知りたい。ネズミ子そしてこのシルバー面の数が増えて SNS やマスコミから注目されるようになり、市民からの苦情も急増。最近では警察が取り締まりに動き出して、シルバー面は罰則が課せられることになったらしいのよ。もう一つは中国にインチキ速読学校が存在してるのね。この学校はお揃いの青い服にゼッケンをつけて本をパラパラとめくる子供たち、これは2019年10月に中国で行われた本の速読大会の様子で、その様子があまりにも異様なのよ。サボりだもん退学しちまえこの速読大会を主催したのが北京新質全能開発という、子供たちに速読を教える施設の教育機関なのね。これの速さをね、教えてくれる金儲けもいいのか子供たちが学ぶのは量子波速読法と呼ばれるもので、高速で本をパラパラすることで書いてある内容がイメージとして浮かび上がり、5分あれば10万文字の本を理解できるとのことなのね。さすがチェリーロマンしかねえなそしてこの学校に子供たちを通わせていた親は学費に5万元日本円で約78万円を払っていたというのに。魅力感じるな中国の教育者や科学者もこの量子波速読法の科学的根拠のないうさんくささに詐欺を指摘する声も多数出ていて、つい先日中国の教育省はこの怪しい速読を指導していた5つの学校へ一時閉鎖命令を下した。さらに地方自治体には施設教育機関の虚偽報告を調査するよう指示したというらしい。バレやそれでも校長だろお前心霊探偵シリーズでございます。台本やらせて一切なしの表です。はい、なんでこ